いやー、今年の夏はもう暑すぎるから、シャツのスタイルとかも本来であれば楽しみたいんだけども、やっぱり T シャツが最高だと思うんだよな。だけども T シャツコーデって難しくて、なんかシンプルになりすぎちゃったりだとか退屈に感じたりするから、どうコーディネートすればいいのかよくわかんないんだよな。誰か夏の T シャツコーデ徹底的に解説してくれないかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストのしゅんです。今回の動画なんですが、大人の夏の T シャツコーデ徹底解説しますというテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、冒頭にもお伝えした通りですね、今年の夏もう梅雨の段階からめちゃくちゃ暑いので、皆さんも困ってるかなと思うんですね。まあ、通常であれば夏のコーディネートというとですね、いろんなバリエーションが作れるはずなんですね。例えばシャツを使ったコーディネートもできますし、ポロシャツを使ったコーディネートもできたりするかなと思います。まあ、そんな中で、まあ、今年は暑すぎるので、今年は T シャツコーデで行こうという方もですね、結構いらっしゃるかなと思います。そんな時にいつものコーディネートだけだとどうしてもですね、足りなくなってしまうかなと思いますし、もうちょっとバリエーション増やしたいなという方もいらっしゃるかなと思うので、今回の動画の中ではなるべくですね、多くの T シャツを使いながら大人の T シャツコーデをですね、皆さんに徹底的に解説をしていきたいなと思っていますので、よかったらですね、この長い夏の着こなしをですね、楽しむために一つの参考にしていただければなと思っています。どのコーディネートに関しても基本的には結構シンプルで再現しやすいかなと思うので、よかったら最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということで、ここからですね、具体的に大人のですね、真夏の T シャツコーデどんどん解説をしていきたいなと思ってるんですが、まず一つ目はですね、最も王道な白 T ですね。こちら使ったコーディネートを皆さんにご紹介したいなと思います。白 T って僕はですね、意外とむずいなと思ってるんですね。失敗するとこう下着っぽく見えてしまうし、シンプルになりすぎてしまって、なかなかおしゃれ見えしないので、ある程度工夫が必要かなと思うんですね。まあ、今回着てるまず白 T なんですが、サイズ感で言うとですね、ジャストサイズだとやっぱり下着感が出てしまうので、ちょっと許さないようなシルエットにしています。これはですね、去年かな、ビューティー&ユースで購入したものなんですが、少しスウェットライクな見た目になっている T シャツで、個人的にはですね、地味に見えすぎないのでバランスいいなと思ってるんですね。まずはサイズ感から言うと、袖の長さはちょっと長めですね。腕の関節よりやや長めのバランスです。身幅に関しては適度にゆとりがあるという感じですね。あとは特徴的なのは裾のこのリブですね。これがあることでちょっとスウェットライクな見え方になるのと、通常の下着の T シャツではなくて、まあくまでですね、主役として活躍するようなトップスに見えるので、これがですね、バランスのいいポイントかなと思います。首元のリブもですね、ちょっと太めなんですね。このあたりのカジュアルさだとか、結構シンプルな中にもこだわりが詰まっているので、これだったらバランスよく着ていただけるんじゃないのかなと思っています。おそらく今季もですね、同じようなものあるので、ちょっとリンク貼っときますので、よかったら見ていただきたいなと思います。まあ、白 T で上半身を作った上で、ボトムスなんですが、今回ですね、遠目で見るとこれですね、ブラックに見えるかなと思うんですが、実は近くで見ると見えますかね、ちょっとこう太めのストライプ柄が入ってるボトムスを選んでいます。まあ、このようなですね、ボトムス真っ黒でも悪くはないんですけども、上半身が結構シンプルなので、アクセント的な要素をですね、僕は取り入れるようにしてるんですね。今期のグローバルワークとかでもですね、こういったストライプのパンツやっていましたが、意外とですね、ちょっとしたアクセント感覚で使うには便利なので、僕はストライプパンツ大好きなんですね。まあ、今回は白 T との対比でこういった形でコーディネートを作ってみました。で、足元に関してなんですが、この着こなしに対して白のレザースニーカーとかシンプルなものを合わせてしまうと、本当にですね、プレーンでおしゃれ感が出てこないかなと思うので、今回はちょっとグルカサンダルという形でレザー系のサンダルを合わせてみました。少しきれいめな要素ですし、デザイン的にもですね、本当にこうドベーシックという形よりはややトレンド感漂うような形なので、こういった小物でちょっとアクセントを持ってあげることで T シャツのシンプルさというところをですね、うまく中和してあげるとバランスがいいんじゃないのかなと思います。あとはいつも通りですね、小物に関してはこれから先もですね、全部これ共通でいきます。時計を入れて、そしてバングルを入れて、僕はリングも一つしているんですが、このような形で、手元をちょっと彩ってあげると、よりですね、シンプルすぎる着こなしからやや
ややですねアクセントを足すことができるので、まあ、よかったらお試しいただきたいなと思います。あとはこれに対してですね、今かけてないですがサングラスだとかカラーレンズが入ったですねメガネなんかをかけてあげればよりこうアクセントとして盛れるので、あくまで白 T を合わせるときにはシンプルになりすぎないことですね、このあたりを意識することと、あとは白 T 自体のサイズ感ですね、少しゆとりがあるもので下着っぽく見せないこと、このあたりを守っていただければ僕は結構まとまりがいいかなと思うので、よかったらトライしていただきたいなと思っています。続いて2つ目のコーデなんですが、今度はですね T シャツの色を思い切って変えてみました。先ほどはシンプルな白 T だったんですが、それだけだとちょっとですね退屈に見えてしまうので、今度はちょっと華やかなですねこちらブルーとグリーンを混ぜたようなサージというカラーの T シャツを着てみました。今期のアーバンリサーチドアーズのですね T シャツなんですが、これいろいろと T シャツを見てきた中でも結構ですね色味が綺麗なので、皆さんにもおすすめできるようなアイテムかなと思います。白 T だとか黒 T のような潔い色にもですね魅力があるんですが、まあ、それだけだと華やかさというところとか小綺麗さみたいなところがちょっと出しづらかったりするので、まあ、このような綺麗な色の T シャツですね1枚ぐらいは持っておいて間違いがないかなと思います。色は綺麗なんですがデザインはシンプルなので、そこまでですね子供っぽくなることがないので、これは非常にですね買ってよかったアイテムの一つかなと思います。サイズ感で言うとですね袖丈はそんなに長すぎない感じですね、腕の関節の位置ぐらいなので、先ほどのビューティー&ユースの T シャツよりはやや短めです。身幅はゆとりがあって着丈もですねやや短いので、このあたりも現代的なサイズ感になってるかなと思います。あとは先ほどの白 T との違いで言うとポケットですね、これがあるかないかでもだいぶ印象が変わるんですね、まあ、ここに何かを入れることはまずないんですけども、ちょっとしたデザインのアクセントとして効いてくるので、まあ、ポケットがついてるのも僕は悪くないなと思っています。で今回は上半身にアクセントが効いてますよね。 T シャツの色自体が綺麗なのでボトムスに関してはあまり主張をですね出さない方が僕はバランスがいいかなと思います。そういった意味ではブラックのですねこういったテーパード系のパンツというのが鉄板かなと思うので、今回こちらを合わせています。まあ、シルエットはですねそんなに太すぎず細すぎずというところで、まあ、これぐらいがですね風の通り抜けも考えて、まあ、バランスがよくですね夏場にも履けるんじゃないのかなと思っています。で足元に関してはやっぱりですねサンダルを履きたいんですね。なるべく快適に過ごしたいというのが今回の動画のですね共通のですね項目なので、足元はサンダル合わせています。でボトムスがブラックなので今色はつながるんですけども、今回合わせているのが先日もご紹介しましたが、まあ、スイコックにトゥモロランドが別注をかけたサンダルでブラックベースなんですけど、ちょっとパーツにですねシルバー色が使われているのでシンプルになりすぎないんですね。このサンダルが個人的にめちゃくちゃよく使っていまして、週の中でも 3,4 回ぐらい登場するぐらいですね非常に気に入っているんですが、このような形で程よいバランスでですね全身をコーディネートしています。まあ、メンズファッションにおける一つのポイントかなと思うんですが、アクセント的な要素を使う場合は全身の中にいくつもですねアクセントを作るのではなくて一つだけにですね絞り込むとバランスがいいかなと思うんですね。今回の場合はですねこちらのサージ色の T シャツ自体が綺麗なので、それ以外はベーシックにシンプルにまとめてみました。まあ、こんな着こなしもですね結構使いやすい T シャツコーデかなと思うので、よかったら参考にしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目の T シャツコーデなんですが、先ほどまではちょっとこう爽やか傾向の強いですね白 T だとかサージ系のですね T シャツをご紹介しましたが、今度はどちらかというと大人っぽくちょっと渋い感じの色味の T シャツを着てみましたが、いかがでしょうか。僕の動画の中ではあんまりですねこういった色の T シャツってこれまでご紹介してこなかったんですが、個人的にはですね結構夏場によく着るんですね。今着てるのはちょっとこうドメスティックブランドのものなんですが、エイトンというブランドをですね、色はバーガンディと呼ばれるようなものをですね今回は着用しています。色でいうと赤茶っぽいような感じの色合いなんですけども、このようなものもですね夏の後半ぐらいからは一着あるとですね結構雰囲気が良くてですね重宝するんですね。僕は T シャツのスタイル夏多くなってくるので、まあ、だんだんですね飽きてくるんですね。そうなった時に爽やか系だけではなくてこういったバーガンディだとかブラウン系ですね結構あると見え方がガラリと変わるので、まあ、ぜひ皆さんもよかったらですねトライをしていただきたいなと思います。もちろん誰にでも似合うというカラーではなくて、失敗するとやぼったく見えがちなんですね。なので今回はこのバーガンディの T シャツを主役にしながら、ボトムスはですね先ほども履いていましたが、まあ、ブラック系のストライプですね、引き締めるような効果があるものを選んでいます。まあ、ブラック単色でも全然いいんですけども、ストライプが入ることで縦長感とかよりシャープさというところが際立つので、まあ、このブラウンだとかバーガンディみたいな T
シャツのですね、やぼったさをうまく中和してくれるかなということで、今回こちらのボトムスを選んでいます。足元に関してはこれもグルカサンダルですね。これもやぼったくならないように少しきれいめな要素を取り入れたかったので、カジュアルなサンダルというよりは少しレザーのきれいめなサンダルを選ぶことで大人っぽいスタイリングを作ってみました。夏の前半戦というよりは中盤から後半ぐらいのスタイルとしては、こういったブラウン系の T シャツも1枚あるとですね、ちょっと意外性がありますし、着こなしのバリエーションも広がるかなと思うので、よかったら皆さんもですね、トライしていただきたいなと思っています。続いて4点目の着こなしなんですが、今度はですねボトムスのカラーを思い切って変えてみました。先ほどはですねブラックだとかブラックのストライプだとかちょっと重めの下半身だったんですが、これをですね明るい色に変えてあげることでだいぶまた雰囲気が変わるかなと思うんですね。ちなみに先ほどのようなブラック系の重たいですねボトムスだと、上半身に黒とかネイビーダークグレーを持ってくると結構全身が重たくなってしまうんですね。なので上半身にこういった黒 T だとかネイビー T シャツだとかグレー系の T シャツを合わせるときには、僕は思い切ってホワイト系のパンツを合わせるようにしています。まあ、こちらはですねちょっとゆとりのあるですねデニムで、まあ、ベイカーパンツ仕様のものになってまして、僕のブランドのオリジナルのものなんですが、これが結構大好きで週に2回ぐらいは履いているんですが、まあ、こういったホワイト系のデニムで、上はですねちょっとコントラストを高めにブラック系の T シャツを着てみました。これもですね何度も動画の中で着てるので皆さんもご存知かなと思うんですが、昨年購入したエディフィスの T シャツなんですが、この表面にはですね胸元にちょっとこうサビニャックというですね刺繍が入っていまして、後ろですねこちらにですねちょっとフランスのヴィンテージ感あふれるですねイラストがプリントされていまして、このあたりがですねちょっと緩めで個人的には夏の雰囲気にぴったりだなということで気に入ってよく着ています。まあ、サイズ感もですね程よくゆとりがあって、袖丈長めに身幅ちょっとゆとりがあるんですが、まあ、夏はですねあんまりピタピタのものを着てしまうと暑くなってしまうので、まあ、これぐらいのサイズ感で僕はちょうどいいかなと感じています。まあ、上下でコントラストを高めることで黒い T シャツでもそんなに重たくなりすぎないので、個人的にはですねこの着こなしが好きでよくやっていますので、まあ、ぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思います。で、足元なんですけど、先ほどまでは結構サンダルをよく履いていてちょっと気分変えたいなということで、今回はスニーカーを合わせてみました。なんだかんだでですね初登場になってくるかなと思うんですが、これですねグラフペーパーというですねドメスティックブランドがあるんですが、そちらとミズノがコラボレーションして作ってるですねスニーカーになっています。まあ、このようなちょっとボリューミーなスニーカーというのは最近トレンドになっていて、まあ、いろんなブランドからリリースされてるんですが、まあ、ニューバランスもですね結構いろいろと買って、僕の中ではですねちょっとこう違ったものが欲しいなという気分になってきたので、まあ、そんな時にたまたま出会ったですねこちらのミズノのスニーカーですね。僕は高校時代陸上部だったのでミズノのスパイクなんかを愛用していたわけなんですが、まさかこういった形で私服でミズノを使うことになるとは思ってもみなかったんですが、すごくですね近未来的なデザインで気に入っています。ライトグレーからチャコールグレーにグラデーションするようなカラーで、ところどころですねグリーンだとかオレンジだとか差し色的なものも入っていて、まあ、なかなかですね面白いスニーカーになっているので、夏の着こなしどうしてもシンプルなところにこういったスニーカーでちょっとした面白みを出してあげるというのもなかなか楽しいかなと思うので、ぜひ皆さんもですねこちらの着こなし一つの参考にしていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目の着こなしなんですが、今度はですね短パンを使った着こなしですね。これもですね今年ぐらい暑いとやっぱり一つぐらいは作っておいた方がいいかなということで、皆さんにご紹介できればなと思っています。まあ、短パンコーデというとですね、僕ら大人世代にはちょっと気恥ずかしさだとかカジュアルすぎるかなという印象もあるかなと思うので、なるべく色はシックにまとめると僕はいいかなということで、今回上半身の T シャツはですねブラックでまとめてみました。で、素材もですね先ほどご紹介したプリントのブラック T シャツとは違って、コットンではなくて化繊の素材を使ったものなんですね。いわゆるシャカシャカ T シャツを僕は呼んでいますが、まあ、こういったものが今年らしくてですね、割と外遊びだとかアクティブなシーンなんかでも使いやすいので1枚あると便利なのかなと思います。まあ、今回はですねちょっと私物のものをご紹介したいなと思って着てきたんですが、 FCE というブランドのものですね。アウトドアブランドのものなんですが、少し緩めのサイズ感で生地は薄めなので割と夏でも使いやすいような、そんな1枚になっているかなと思います。裾はですねドローコードがついていて絞れるような仕様になっていますし、ポケットもちゃんとですね腰の部分にはついていると、あと胸の部分にもですねちょっと斜めにですねジップが入っていて、ちょっとしたアクセントになっているので個人的に気に入っている T シャツなんですね。まあ、これに対してボトムスはですねショートパンツなんですが、これはですね先日もご紹介しましたがグラミチとローワーケースがですねコラボレーションして作っているものなんですが、僕はブラックを以前購入したんですけども、あまりにバランスが良くてもう一色買い足しました。
ました。裾幅が割と広めで、丈もですねちょっと長めなんですね。まあ、今季的なショートパンツで結構使いやすいなということで、今回買い足したのが確かブラックインクというですねカラーネームだったと思います。まあ、ブラックと言いながらもですねこれオリーブみたいな色合いになっていまして、だけどもこうミリタリーライクなオリーブよりはちょっとこう色が深めなのでシックに履くことができるんですね。このようなオリーブとブラックというのは結構相性がいいので、このような形で今回はコーディネートを組んでみました。でショートパンツの着こなしにはやっぱり足元はちょっとボリューム感があった方が退屈に見えないんですね。なので今回はですね他のホパラ2ですね、僕の持ってるサンダルの中でも 1,2 番ぐらいにですね気に入ってるサンダルなんですが、まあ、ちょっと外遊びの際にはこういったですねラフなサンダルが相性がいいかなということで全身をコーディネートしてみました。まあ、ちょっとやんちゃに見えがちなですねショートパンツのスタイルも全体的にですね色数を絞ってちょっと濃い色でまとめてあげると意外とですね大人世代にも使いやすいかなと思うので、よかったら一つの参考にしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人の真夏の T シャツコーデ徹底解説しますというテーマで皆さんに動画をお届けさせていただきました。まあ、T シャツというと結構ですねシンプルなものを想像される方もいらっしゃると思うんですが、色ですねこれ変えるだけでだいぶですね雰囲気が変わるかなと思います。シンプルな白 T もあるし黒 T もあるし、またはちょっと綺麗な色とかもあったりするので、まあ、そういった T シャツの色で遊んでみるのもいいかなと思います。あとはどういったボトムスを合わせるかによってまたコーディネートの幅も広がるんですね。まあ、いつものブラックのパンツだとかグレーのパンツを合わせれば割とこうオーソドックスな着こなしにまとめることができるかなと思いますし、あとはですね夏らしい白パンを合わせたりだとか短パンですね、このあたりを合わせることでまた幅も広がるかなと思うんですね。ですので涼しくて快適でなおかつカジュアルな T シャツの中でも様々なコーディネートが組めるというところですね、今回の動画でちょっとでもですね伝わったら嬉しいかなと思っています。まあ、僕自身もですね今年は暑いので無理をしすぎずにですね T シャツのスタイルを存分に楽しみながら過ごしたいなと思いますので、ぜひ皆さんもですね今回の動画を参考にしながら T シャツのコーデ楽しんでいただければなと思っています。こちらのチャンネルではこれからもですねメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説していきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けの専門ブランドのアイテムに関しましては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナル動画とそれに加えて週に1本ですね週末にライブ配信を行っていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はですねこちらの動画の下の概要欄にリンク貼っておきますので、そちらからチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらは動画じゃなくて文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとか、まあ、僕自身が実際に買った私物なんかもですね皆さんにどんどんですね投稿しながらお伝えをしています。僕も記事書いてますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも自由に記事を書くことができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、こちらも気になる方は概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っております。以上スタイリストのしゅんでした。また次回の動画もお楽しみに。